いずれたる自分を見つけてほしい。やあ、忙しいだろうに急に呼びつけてすまなかった。いえ、せっかくの機会ですし、改めてお久しぶりです。レイグに使っか、イリーナ会長。シャロンさんももう合流していたみたいですねおかげさまで滞りなく会長をお迎えできました。皆様も無事に本日の活動を終えられたようで何よりですわ。特務活動については聞いているわ。まずはそちらが新七組にエリカ博士の娘さんかしら。あ、はい。お初にお目にかかります。あ、はじめまして。やっぱり母をご存知なんですか？その昔父に同行してリベールに行った折にね。今でもたまに連絡は取るけど、あなたののろけ話ばかりしてくるのは少々参るわね。あレーグに使うかも。お久しぶりですね君とはカレル離宮以来だな。今はリーン君の教え子だそうだが、なかなか興味深い面々が揃っ、マキアスやアリサ君たちともこの地ですでに会ったようだね。ええ、アリサからは動力バイクとデアフリンガー号の新装備も受け取らせてもらいました。そう、まあとりあえず座ってちょうだいかしこまりました。
エリゼ、アルフィン殿下もお久しぶりです。ええ、本当に去年の年末以来になりますね。エリゼとは、あら、エリゼ、あ、何でもありません。ご無沙汰しています、兄様。5ヶ月ぶりか。学生会長になったそうだが、立派にやっているみたいだな。ええ、それはもう下級生からの人気もすごくて、いつも頼られてばかりだから、こういう時くらいお兄様に抱きついて甘えたらどうかしら。もう姫様相変わらず仲が良くて何よりだ。この人たちが皇女殿下と教官の妹さん、はあ、お二人とも夢みたいに綺麗で素敵っていうかよく来てくオリバルト王子も。ああ、もう1年以上になるかな。遅くなったが卒業おめでとう。そして第二への就任感謝するよもったいないお言葉です。殿下こそこの場にいない仲間たちと合わせて改めてお礼を言わせてくださいそっちは裏技だから。なんか旧七組絡みで、さすがはて、いや そしてそちらが新七組とかつての小さな戦友殿、来るとも久しぶりだが、ティータ君は3年ぶりになるかな。
まずは出会いと再会を祝して一曲送らせてもらうとしようか。あ、いえ、あまり時間もないでしょうし。全然変わりなくて安心しました。ご無沙汰しています。1年ぶりくらいでしょうか。ええ、噂には聞いていましたが、こういう方みたいですね。まあお兄様、初めての方が弾いてらっしゃいますわ。どうぞ遠慮なく。